ハルスラム。Are you listening?あの国際平和連の優しさはどこへ行ってしまったんだ。はい、どうも、ハルです。今回はバーガーキングのビッグキングを紹介したいと思います。その前に言いたいことがあります。あっちのビッグとの違い。はい、まずあっちって言ってますね。もうすでに露骨ですね。うん、これは喧嘩売ってます。これはマクドナルドのビッグマックを指してますね。挑戦状。はい、そして違うところはドレーン。パティだよ、こっちは。ハンバーガーの一番大事なパテが全然違うぜって言ってるわけだよね。喧嘩売ってるよね。ソースとチーズはほぼ違う。さ、これはさ、ダメでしょ。これ誰の手だ。キャラクターまで悪用してしまうというね。丸ついてますね。ああ、ドナルド、あ、言ってしまった。ドナルド、ドナルドの手が。ああ、というわけです。マックとバーガーキング全面戦争だ。では早速いただきます。さあ、早速平和になりましたね。なんかこんな感じです。チキン、ソース、レタス、ピクルス、パティ。他にはチーズが入ってる。あ、チーズ入ってる。チーズとパティとバンズになってる、ね。じゃあパティ2つ。パティ2つ。いただきます。うん、よくわからん。ビッグマックと同じ感じ。ビッグマックと同じ感じ？肉の違いを感じられない、あんまり。なんも。やっぱしあのバーガーキングの特徴っていうのが、直火でこう食うじゃん、直火で。それが特徴だから肉の旨味がよく出てるっていう風にサイトにはなってたけれども、それはいまいち分かんないから。分かんないです。じゃあちょっとお父さんも試してみようかな。ちょっと美味しいんだよな。フレンチフライ最高だよね、うん、やっぱポテト美味しい。うまいはうまいけど分かんないでしょ。うまいはうまいけどちょっと炭っぽい味がするけれども、うん、むちゃむちゃ大したないかな。でしょ。言っちゃった。パティが違うっていうテロップだったじゃん、さっきのは。でもそのテロップを起こしてね。それほど言われるほどこう肉の厚みもないし。どちらかと言ったらソースの方が違うかもしれない。今日本当はね、マクドナルドのビッグマックも食べたかったんだけど。あのね。なんとなんと。神楽坂店が閉店してしまいました。終わったー。笑ったよ。行ったらさ、看板がなくなってさ、あの、うん、まさに牛丼太郎の牛の字状態。全部さ、マクドナルドの看板の跡だけついてるの。跡だけ。跡だけ。というわけでちょっと食べ比べができなかったんだよね。うん。これだったらさ、ワッパーでさ、オール増量した方がさ、美味しいよね。絶対いいよね。ちょっと評価がいまいちな感じですね、これはね。はい。だんだん美味しくなってきた。食べていくうちにだんだん美味しくなってきましたね。ね。2個目に差し掛かったところですからね。美味しい、ね、さっきはちょっと酷評しましたけれども、味自体はグーですね。別に決してまずくはないんでしょ。はい、というわけで今回紹介したのはバーガーキングのビッグキングでした。デロン、さよなら、また見てね。